ガンクラフトプロスタッフでエイムス代表の橋本圭です。ガンクラフトガールの鈴です。鈴ちゃんさ、はい、ジョイクロってソルトカスタムの存在もちろん知ってるよね。はい、知ってます。で、オリジナルのバス用のモデルと、はいはい、まあ、僕のエイムスとコラボしてるソルトカスタムと、はい、何が違うかってそれあれですね、前の撮影の時に、うん、私これ色違うだけですよねって言ったら、だ、ね、実はねっていうので教えてもらったのが、浮力違いますよね。そうだね、あの実はまあ今だと7012814817マグナム、シャクワン、ゼプロ、リップルクローか、はい、今8種類、はい、うん、あのソルトカスタムってあるんだけども、はい、チューニングの内容はね、実はねバラバラなんですよ。それ自体もですか、うん、あ、そうなんですね、うん、それは知らなかったです。そうで、多分ね、すずちゃんとあの実調の、ね、はい、撮影の時に説明したのが178だと思うんだけど、はい、うん、この、まあ、178ね、一番、まあ、ジョイクロの基本のなる、はい、モデルだけども、はい、これは海水の比重に合わせて浮力を変えてるんだよね、はい、うんうん、で、まあ、外観で言うとね、カラーとフックとリング、まあ、太軸の大きいサイズのものに変わってたりするんだけども、はい、中の浮力を調節、特にシンキングは、バス用の例えば 20SS ってシンキングモデルがあるけども、はい、あれね、海に持ってって水温高いと、はい、ほとんど、はい、本当に超スロー、サスペンドに限りなく近いぐらい、うん、全然沈まない、でもレンジに入れるのに時間かかっちゃうから、はい、で、プラス6グラムかな、はい、うん、市販では一番重たい、178の中で一番重たいセッティングになっていて、はい、浮力の強い海水でもしっかり潜っていって、うん、レンジを入れられるように設計していたり、はい、まあ、そういうことでウエイトの重量自体を増やしてる、はい、中にはね、軽くしてるもの、うん、マグナムのフローティングはね、ちょっと軽いかな、数グラム、そうなんですね、うん、ボディの中のウエイトを減らしていて、はい、うん、なるべく表層に近いシャローレンジを狙ちょっと狙えるような、まあ、それで も、はい、あのマグナム自体がね、潜る力が強いので、はい、うん、入るけども、そういうセッティングに変えてたりとか、一番ね分かりやすいのはね、はい、ゼプロとリップルクロ、まあ、はい、特にシーバス昭和の釣りでは、はい、逆に言うともうこの2個しか使ってないんじゃないかとか、てか2個しか使ってない、動画ウェディングとかこの清流シーバスとか、はい、あの都市河川のもそうだけど、はい、ゼプロとリップクロだけなのね。そうなんだ。実調の時ベストの中には、はい、ワンボックスに4個ずつ色違い、ゼプロとリップルクロでのソルトカスタムの色違い、4つずつしか持ってかない。あ、そうなんで、ね、でベイトタックル、ブラックアロー1本持って、うん、もうそれで、しかもほらね、道具を何個も、ね、何タックル持ってけないから、はいはい、ワンタックルで。知らなかったです。でじゃあ何が違うかっていうと、はい、ゼプロの、まあ、バスモデル、オリジナルモデルですね、ガンクラフトは、はい、ちょっと鼻が上向いた形で姿勢で立った、はい、状態、浮き姿勢は、はいはい、で巻きを入れると鼻面でこう引き波を立てながら S 字を描く、はい、いわゆる本当にもう表層の引き方、はい、でソルトカスタムはこの浮き姿勢をね、はい、ちょっとね水平に寄せてるんですよ。そうなんですね、うん、でなんでこんなことしてるかっていうと、水面じゃなくて水面下、はい、水面からだいたい20センチから30センチぐらいの水面直下を引けるように S 字で引けるように、うーん、だからウェディングだとかのシャローの釣りでは、はい、これが一番メイン基本。そうなんですね、一番岡村さんもう、まあ、ド定番っていうかもうど真ん中、へえ、いわゆるそのリップレスミノーとかで引いてるレンジ、はい、シャローミノーとかで引いてるレンジを引ける S 字形、ゼプロのソルトカスタム。そうそう、で、まあ、もう一個、はい、よく使う頻度が高いリップルクロ、リップルクロ、はい、でこれはね実はさっきのゼプロと逆バージョン、あ、オリジナルとは。そうなんですね。オリジナルは結構水平姿勢で、はい、ミノーみたいに、はい、潜り込んでですね、はい、リップで水を掴んで潜っていくと、はい、これはあのフロントを上げて、はい、お尻を重たくして、はい、あのね、ボディの総重量はね一緒なんです。あ、同じなんですね、うん、
前後で違う、そう、重量のバランスをリアヘビーにしてる、お尻が重たくしてる。あ、そうなんだ。この状態、へえ。まあ当然リップで水噛むじゃない、はい、だけどお尻が下がった状態だから、はい、あんまり潜らない。スローで巻くとウェイクベイトになる。テールを出しながらカタ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 。あ、そうなんだ、知らなかったです。へえ、まあ、バスモデルは先ほどに表層と、はい、まあ、水面下っていう形になってるんだけど、はい、ソルトカスタムは逆転してる、はい、表層引きなび、まあ、立てたり、はい、直下潜ったりみたいな感じ。こっちは若干下を狙える。そうそう、へえ、なんですよ、知らなかったです。そう、新情報で。どうしてもね、ジョインってところって178のねオリジナルサイズね、はい、あの多分あのシーバスでもね使われてる方が多分一番多いんじゃないかと思うんですけど、はい、いやだから浮力が違うっていうのを聞いてたんで、うん、全部なんか少しずつこう、うん、あの重さが変わってるだけなのかと思ってたんですけど、ね、前後でも違うし、うん、ちょっと弾けるレンジもねまた全然違うっていうのは、そうなんです、意外に、ね、新発見ですね。出してからねもうだいぶ何年も相当経つんだけど気づいてる人 います知ってました。多分使い分けてくれるとね、 あれってなるんですか、レンジ違わないとか、うん、あれ動き方違うとかってなると思うんだけど、そう違うんですよ、ちょっとやってみたいですね、うん、でちなみにじゃあ一番ね、はい、メインの178サイズとじゃあ同じようなね、はい、ゼプロとどう使い分けるのっていうと、はい、簡単に言うとね178はね潜るんですよ、はい、潜る力が強いと、うん、あのゼプロで比べるともちろん対抗があるよね、はい、ゼプロはもうちょっとこう薄い感じ、はい、アイと背中のここの部分で水を掴んで潜るので、はいはい、178はねすごく潜る力が強いです。ボートはね全然もちろんフローティングでもいいし、はい、ストラクチャーを狙うんであればシンキングでねドンと際に入れて、はい、沈めてからスタートで食わすっていうのももちろんありなんだけど、はい、おかっぱりショアでついて言うと、はい、ちょっとね潜りすぎちゃうことが多い、ね、特にウェイディングスタイルでやるともうそこ、まあ、自分がいるとこもそんな深いところでもないし、特にシャローエリアとかでいうと、はい、そこに当たってしまって、で、はい、ウエイト張ったりねこう、はい、いろいろチューニングもね助力ができるのも良さなので、はい、されて使ってる方もいると思うんだけど、はい、もう基本的にこことの高低差で水掴んじゃうので、はい、潜る力がやっぱりもともと強いんだよね、うん、うん、あえてそのセッティングで変えるよりは、はい、もう素直にねゼプロのソルトカスタムを使ってもらった方がシャドウ弾けるのでそのまま弾ける、使って弾けるっていう、でちゃんと綺麗に、まあもちろんジョイクロとしてのね、はい、良さ、チューニングねさせてもらう時に、ね、いつも難しいところですけど、はい、基本性能がジョイクロすごいので、うん、それを損なわないようにまあシーバスとかね海での使い方に合わせるように、はい、あのチューニングしてるので、はい、うん、シャドウを狙うんであればゼプロ、はい、で高温エリアとかね、はい、足場がちょっと高いとかあるいは水深があって、レンジを入れたいっていう時は178もちろん出番は、はい、あのしっかりあるので、うん、この辺のね使い分けをね、はい、しっかりしていただくと178サイズで3パターン、はい、まあ新球入れると4パターンあるわけですよ、はい、でそれのほら組み合わせ使い分けで、はい、ものすごくその日のパターンとかレンジとか攻略の幅が広がるので、はい、その辺をね、あの、はい、まあ、ソルトカスタムはね、その設定、動きの違うっていうのを、はい、ぜひね、こう知っておいてもらって、こう使い分けてもらえたなと思いますね。はい。と、はい、いうことで、まあ、ジョイクロでシーバスを狙うのは、はい、まあ、いろんな可能性がね、秘めてる、はい、すごく面白い、釣れる釣りだということをね、ぜひ知ってもらえたらと思います。はい、それじゃあ、どうも。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。また釣り込んで。お願いします。はい。